シスタークレアのラジオクレアラモード。み皆さんこんばんはこのラジオのパーソナリティシスタークレアですまず本日がお誕生日の皆さんおめでとうございますえー、今は21日の23時30分なのでそろそろ イベントが目前に近づいてきて明日のクラスターのイベントうまくいくといいなとかって思ってたり皆さんは楽しみだなとかって思ってくれてるのかなもうリアルイベントではないので VR 空間で皆さんとお会いする形にはなるんですけれどもそれでもやっぱりソロのイベントってすごく特別な気持ちがあって一人一人がこう 目の前にいて、直接お礼を言う機会でもあるので、みんなにもっとたくさんありがとうの気持ちを伝えられるように、この後しっかり寝ようと思います。<laughs> いきなり寝ることを言っちゃった。さあ今夜も行ってみましょうかね。今夜も夜空にハラモード。この番組は、タヌさんの協力でお送りいたします。 シスタークレアです。クラスターさんにて第2回の単独イベントが決定しました。皆さんのお悩みを直接聞いたり、楽しいライブも。日時は11月22日金曜日21時から。チケットを購入して遊びに来てくださいね。スマートフォンからでも参加していただけますよ。それでは皆さんのお越しをお待ちしています。シスタークレアでした。 シスタークレアのラジオクレアラモード改めましてこんばんはシスタークレアですいやー緊張はしてないんですけどちょっとドキドキすることもあったり初めてイベントに参加してくださる方とかも結構いたりするのかな そうすると、どんなことやるんだろうなんて思われるかもしれないんですが、なんでも懺悔室なので、基本的には、まあ質問とかお悩み相談とかを中心に、こう一対一でお話をして、周りも聞いて、周りの方も聞いてくださっている状況ではあるんですけれども、お話をできる感じになっていて、あとは、 お歌とかそんなことをやってラ <laughs> イブイベントにもなっているのでちょっと楽しみにしていただけたらなと思います、まあ、盛り上がるあの曲とか一回も歌ったことのないあの曲とか一、まあ、つも一回も歌ってないんですけどね <laughs> なのでちょっと楽しみにしていただければと思うんですが今日もちょっとなんか 不思議な感じ <laughs> なんか不思議な空気漂ってますやっぱ緊張してるのかなはい。<laughs> じゃあね、今日もお便りたくさんいただいておりますので読んでいきたいと思います。えー、クワガタンボさんからいただきました。ありがとうございます。えー、クラ、ク、クラーさん <laughs> クレアさん、こんにちは。毎朝通勤中にアイカイブで楽しませていただいています。ってこと、おはようございますかなおはようございます。 駅まで歩く時間とクレアラの長さがちょうど同じくらいなのでタイムキープにも役立っています。いつもありがとうございます。さて以前のクレアラで新しいノートがもったいなくて使えないといったお話をされていましたね。私も覚えがあります。ホワイトペンなどを使って黒板に書く感覚で。 文字やイラストが書ける真っ黒な無地のノートを買ったのですがいざ目の前にすると何を書けばいいのか迷ってしまい手を疲けられていません。買ってから数ヶ月いまだ白紙ならぬ黒字のままです。<laughs> 同じような気持ちを共有できたことが嬉しく、取り留めのない話を送らせていただきました。ありがとうございます。リアルタイムで視聴できず心苦しく思いますが、クレアさんの今後のご活躍と、本日のお誕生日の方が、いい日を送れますよ、祈っております。これからも応援しています、とのことです。どうもありがとうございます。ね、ありますよね、本当に。こう、あ、これ、こんな風に使ったらいいかな、とかっていう妄想はね、 あのするんですけど、いざこう使おうと思うと、なんか失敗したらやだな、とかねなんかそんな気持ちになってしまって <laughs> なんか、こういうお便りもすごく嬉しいですねなんか私だけじゃないんだなと思えるというか、なんかそういう共有できるものがあるっていうのもすごく嬉しいなと思います ありがとうございますあとはねほんとにあの動画なのであのー、まあ、いつ聴いていただいてもあのタイムラグとかっていうのがほぼほぼない、まあ、おやすみなさいとか言ってますけどまあそういうタイムラグもないのでいつ聴いていただいてもね嬉しいなって思っていますよほんとにありがとうございますお便りもねわざわざ送ってくださって はい。ということで、じゃあ、2つ目も読んでいきます。クレアさんから頂きました。ありがとうございます。クレアさん、こんばんは。少し前まで暑かったのに、すっかり冬の気候になりつつあり、暖かいコーヒーが恋しい季節になりましたね。クレアさんは紅茶がお好きとのことですが、コーヒーを飲むとしたらどんな飲み方が好きですか教えてくれると嬉しいです。いつも素敵な癒しの時間をありがとうございます。これからも応援してますとのことです。ありがとうございます。 そうですね、私はコーヒーを飲むときは基本的にあの何も入れないで飲むんですけれども甘いもののあのー、なんだろうなお供があると嬉しいなって思っていてなんかぎゅコーヒー牛乳ってあるじゃないですかあの、コーヒー牛乳はね多分好きだと思うんですけどあのー、水がねそこに入ってくるとねまた違った。 話になってなのでコーヒーに牛乳を入れて飲むのはあんまりしないかもミルクコーヒーって絶対美味しいですよねなんかねミルクコーヒーでもあのー、ミルクの中にコーヒーを煮出したい <laughs> 紅茶みたいにうまくいかないと思うんですけどねそれこそあのインスタントコーヒーの粉とかをやればいいのかな豆とかちょっと気になりますがどうなんでしょうかだからねコーヒーのお供にまあナッツでもあのマザレーヌとかクッキーとか そういったももものでも一つでつあるとあとは和菓子とかもコーヒー合うからなんだかすごく不思議な感じなんですけど結構香ばしい風味だかからなんですかねあのー、まあやったことはないですけどあのおせんべいとかでも合いそうな気がするんだけどどうなのかな,なんか食べ合わせ問題がありますけど。 一度検証してみたいなと思いますお便り本当にありがとうございますたくさんのお便りこれからもお待ちしてます感想、質問、なんでも大丈夫です以上、普通のお便りのコーナーでしたミニミニ懺悔室このコーナーでは皆さんからメールでいただいた <laughs> 短い懺悔やお悩みを四字熟語でバッサリ切っていくそんなコーナーです今日は教さんからいただきましたクレアさんこんばんはいつも寝る前のラジオ楽しみに聞いています最近一気に寒くなり衣替えが必要な時期になってきましたね本日はそんな中まだまだ夏服で寝ていることを懺悔しに参りました毛布を渡したのです 薄着で毛布にくるまるのがとても気持ちいいのです。体調を崩す前にやめの、やめようとは思っていますが、もう少しだけ、その気持ちが続いております。こんな私を許しください、シスター。とのことです。それでは、そんなあなたに、この言葉を授けます。わかるよ。 四字熟語でもなんでもないんですけど、わかるよ。私も、好きだもん。露天風呂。以上、ミニミニザンゲッツのコーナーでした。シスターの言う通り。 このコーナーでは意味のない言葉をさも意味ありげに私が読みますもし「なるほど」と思えば「シスターの言う通り理解ができなかったら「シスターどういうこと?」とコメントしてください今日は B. チャーリーさんから頂きましたべ別に「シスターの言う通り」って言ってほしいんじゃないんだから。 以上「シスターの言うとおり」のコーナーでしたそろそろ今日もお休みの時間が近づいてまいりましたこのラジオではお便りを募集しています概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛に送ってくださいそれではまた夢で会いましょうねおやすみなさいアーカイブで聞いてる方は こんにちは。<laughs> 違うなまたアホねそれでは今日も皆さんあらどうもーそれではでええかなこの番組はタヌさんのご協力でお送りいたしました